ちは。神戸市から来ました。16歳高校2年生の辻元結菜と申します。よろしくお願いします。写真とか動画とか撮影していただいて大丈夫なので、大阪上陸っていうハッシュタグつけてツイッターとかに上げていただければいいなと思います。ゆいちゃんありがとう。1曲目いきます。楓で
がとうございます。去年の9月に音楽チャンプっていう番組に出させていただいてその時に、その番組のおかげでインスタのフォロワー数とかが4000人ぐらい一気に増えて、ありがとうございます。知ってくださる方も増えたんですけど、多分ここにいる皆さんの中に多分ほとんど私のこと知らない人ばっかりだと思うので、ありがとうございます。今日を機に覚えて帰っていただければなと思います。何をとしたか、あ、多分、あ、そうそうそう、飲みます。で、人生でライブしたことが実はこれで3回目ぐらいで、1回目はめちゃくちゃちっちゃいカフェと、2回目めちゃくちゃちっちゃいバーみたいなところでやったんですけど、こんな素敵なライブハウスでさせていただくの初めてで、ちょっと緊張してさっきも歌詞飛んじゃったんですけど、まあ間違えたら笑ってください。